皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。さてさて、本日もどのようなお便りが待ってますか。早速行ってみましょうか。じゃん、ペンネーム方言言わせてみたさんよりいただきました。方言言わせてみたさん、お便りありがとね。嬉しいですよ。はい、そしてなんとなくですが、方言言わせてみたさんというお名前から察しますに、なんとなく何かをやらされるんじゃないかっていう、そんな匂いが漂ってまいります。違ってますでしょうか。ではその内容を拝見してみますね。じゃん。あ、なるほど、そういうことですか。これはなんという言葉でしょう。はい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 、ですね、方言となっておりました、やはり。そしてこれを僕に言わせようということで、そういうペンネームをお考えになっていらっしゃるのですね。なるほど、これはどこの方言になるんですか。そして確かにこういう方言があるイメージはありますが、この方言が実際に使われているかどうかというと、なんとなく微妙に今はないんじゃないかなっていうような、そんな気持ちになります。例えますと、戦国時代のですね、豊臣秀吉さんがなんか言いそうな言葉なんですよ。これ気のせいでしょうかね。なんとなくその時代にそのものはないかもしれませんが、すごく言いそうな感じがします。ということでして、例えばですが、こうした僕に何かチャレンジをさせたいような、そんな一言もどしどし受け付けてますので、こちらの宛先よりお便りくださいね。待ってますよ。ではでは、方言言わせてみたさんの一言どうぞ。エビフリャー超うみゃーだぎゃー。